はい、今回はね、少し前に開催されていた楽天スーパーセール、こちらで購入した商品が届かなかったってお話になります。楽天スーパーセール、こちらでね、ポイント10倍欲しいがために、まああんまりね必要ないものまで購入しました。そのね購入した商品、まあ次々届いたわけなんですけれど、一つだけねずっと届かない状態でいました。まあなんですけれど、まあいいかなと思って放置していた状態なんだけど、さすがにねもう1ヶ月近くなってまだ届かないんで、おかしいなと思ってショップの方にね問い合わせしました。で、問い合わせした内容としては、まだね商品の方が届いていないんですけど、どういう状態ですかっていう風に問い合わせしたら、お店側からねお返事の方があって、もうすでに発送の方はしていますと。今回の発送に関しては定型外で発送しています。なのでお問い合わせ番号とかがない状態になっておりますと。このね定型外発送に関しては、一切破損だったりとか商品が到着しないことに対する保証していませんので、もしねこのまま届かなかった場合には、郵便局のまあ届かなかった人向けのね窓口があるらしいんで、そちらの方に問い合わせ等をしてくださいみたいな、まあ、うちとしては一切保証ができませんという返事が返ってきました。マジかと思ってね。うん、ルルカは以前からね、アマゾンと楽天市場、まあ、購入する商品をね、いろいろ分けてますよってお話させてもらってます。ルルカの基準では、正規品っていうのは確実で、まあ、何のね、問題もないものに関しては、まあ、基本的にはね、ポイントも含めて一番安いお店で購入する。で、ちょっとね、これやばいなとか怪しいなっていう商品に関してはアマゾンで購入する。その理由としては、アマゾンが何かあった時にね、返品等をしっかり対応してくれるからってところにあります。まあ、もちろんね、ちゃんとした理由がないとダメなんですけど、ちゃんとした理由さえあれば対応してくれるっていうところ。まあ、ルルカも実際に何回か対応してもらってます。なんですけれど、まあ、今回のね、商品に関しては、捨て物もないなっていう感じの商品だったので、楽天で購入したんですけれど、ポイント10倍も欲しかったんでね、スーパーセールの。まあ、実際に届かないと、ショップの方にね、対応頼んでもそういう感じで、定型外で発送したんで、対応は一切できませんっていうことだったんで、今日ね、楽天さんの方に問い合わせしました。まあ、そうしたらね、回答として、楽天安心ショッピングサービス、こちらのねサービスがありますっていう風に連絡をいただきました。これはね簡単に言うと保証サービスっていうことで、商品が届かなかったりとか壊れていた場合だったりとか、まあ偽物が届いたりとか、まあそんなのがあった時に保証しますよっていうサービスになっています。年5回まで受けることができて、最高ね30万円まで保証してくれるということです。まあ正直ね、今回この届かなかった商品っていうのは、まあ定型買いで届くっていうので分かるように安い商品でした。まあ1000円ちょいのね商品だったんで、まあ、普段だったらね、まあめんどくさいで泣き寝えるかなっていうところではあるんですけれど、まあ、楽天さんからね届くもので届かなかったっていうのが初めてで、でなおかつねこういうサービスがあるよっていう風にサポートが送ってきてくれたので、まあじゃあまあ一回ね、まあ、ルルカと同じように楽天で購入して商品届かなかった人っていうのもいると思いますので、試そうと思って今回ねこちら楽天ね安心ショッピングサービス使ってみました。もうねすでに申請済みです。5つのトラブルに対応ってことで、代金支払ったのに商品が届かない、まあこれがねルルカの今回の理由なんだけど、まあその他にもなんかね、お届け予定日過ぎても商品が届かなかった場合には、まあ、返品とかすることによって返金受けられたりとか、壊れていたりとかね、違うものが届いたら保証しますだったりとか、返品したのにショップが対応してくれない場合にも対応するし、ブランド品がね、偽物だった場合とかにも対応してくれるらしいです。まあ、一時期ね、楽天市場のね、ブランド品が偽物っていう話すごい出ている時期あったので、まあそういうのにも対応したのかもしれないんですけれど、そんな感じ。下の方行くとね、まあルルカ今回届かなかったってところなんで、ここなんだけど、まあ一応分かれています。見ていくと、届かなかったことについての、まあいろいろサービス概要が書いてあります。まあ保証対象はどれぐらいなのか、保証適用外についてとか、まあいろいろとね、こういうふうにあるわけなんですけれど、まあ今回ルルカ年5回というか、まあ初めて使うんで、まあその辺も大丈夫だし、注文してから20日間ちょいぐらい経ってる状態かな。で、荷物が届いていないという状態ですので、まあ普通にね申請の方大丈夫だと思いましたので、この後ね申請はこちらというところから申請させてもらいました。まあ、こちらではね必要事項を入力して送るっていう感じになっていました。申請するとね調査等が入るので、ポイントで返してもらう場合には1週間から2週間で、現金で返してもらう場合には1ヶ月ぐらいかかるそうです。調査っていうのが入って、まあ、何を調査するのかわかんないんですけれど、まあ、その調査に落ちた場合には返金等はされないということになっています。まあ、今回初めてなんでね、どういう結果になるのかっていうのはわからないんですけれど、とりあえずねこういうサービスがあるっていうのと、届かなかったのでこういうの受けてみたっていうのもね、 YouTube やってる身としてはネタなので試してみました。普段だったらねぶっちゃけ1000円のためにこの何1週間2週間かけての調査とかは頼まないかなっていうのが正直な感想です。その辺も含めてやっぱ実際に、ね、届かなかった場合、アマゾンとかだと、アマゾン側が速攻対応してくれます。ポストインのね、荷物とかが、過去にね、1回かな、2回かなぐらいね、届かなかったことがあるんですよね。まあ、その時にも、
アマゾン側に問い合わせしたら速攻で送ってくれました、再度。その辺が早いです。こんな風に、1、2週間も調査が入って、ポイントで返ってきたりとか、現金バックとかではなくても、即対応でアマゾンだってやってくれる。っていうところで、まあ、その辺も含めてね、楽天市場、保証対象外のね、メール便みたいので送りますよって書いてある商品ってあると思うんですよね。そういうものを頼んだ時って、まあ、実際にね、向こう側が送ってるとは思うんですけれど、まあ、送らなくてもわからないし、もう規約にこうやって書いてあるからって理由で、保証等も受けられないみたいなのがあるので、まあ、安いものを買う時にね、まあ、値段も安いので仕方ないっていう部分もあるんですけれど、まあ、こんな感じでね、実際届かないってこともあるので注意が必要なのかなと思いました。実際に今回この楽天安心ショッピングサービスの保証を受けたわけなんで、実際に保証がされるのかされないのかわからないんですけれど、結果がね出次第動画にしようと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。